はい、どうも、うみです。本日はワンルームエンディングというゲームをやっていこうと思います。美少女の涙めちゃくちゃ綺麗だね。このタイトル画面のイラストめっちゃ綺麗、私好みなんですけど、このゲームは、とある女子高生、この女子高生と家庭教師の大学生、男子大学生のワンルームで起こったとあるお話というね、紹介文でした。ではやっていきましょう、早速。ニューゲーム。はい。どういう話なんだろう。結構悲劇っぽい、ね、不吉な感じだったんだけど、立川隆起さん。イケメンですね。河野あやめ。はい、あやめちゃん。かわいい。こんぐらいの髪の毛の子、かわいいよね。な、セミロングっていうのかな。なになに？先生、これお見舞い。具合はもう大丈夫？先生の家に来てるってこと？うん。この間はごめんな。言ってあげられなくて。ううん、もういいの。本当はすごくすごく来てほしかったけど、来てくれなかったことはもうどうしようもないもんね。怒ってる？怒ってないよ。あやめちゃん。どういう関係？お茶入れてくるわ。わあ、ありがとう。おー、早い。めっちゃ素早く来たね。早足で。なんで怒ってるんだろう。先週の授業なしにしたから？怒ってんだ。急ぎで教えてほしい課題でもあったのか？別に付き合ってんじゃないんだよね。一応家庭教師と生徒だから。家庭教師と生徒って恋していいよね。どうなんだろう。ダメなのかな。できるよ、ちゃんと。先生を殺すんだ。あやめちゃん、待て、早まるな。あやめちゃん、早まるな。早まるな。通学カバンだ。なぜ高校生でいきなりそんな罪を犯すのか。じゃあちょっととりあえずセーブして。いや、かわいいな、女子高生。最高にかわいい。いきなり、ぶっすり？いいよ、座ってて。ありがとう。いきなりそんなことはしないか。引き出しには包丁が入っている。包丁テント。どうしたの？ううん、気にしないで。いや、気にするわ。いきなり隣で包丁持たれたら気にするわ。いや、でもさ。何か作ってくれる気ならそれこそ気にしなくていいよ。熱も完全に下がったし。ちょっと待って、怖い怖い。でもエンディングが5つあるって書いてたんで、絶対これバッドエンドでしょ、いきなり。じゃあ行きましょう、先生を殺す。いや、そりゃそうなるわ。あやめちゃん、落ち着こう。何、そんな怒ってるの？なんで？真面目になんで？あやめちゃん！キャッ！あやめ。いや、でもこれ正当防衛になるんじゃない？エンディング1。うわぁ！待って、何にもわかんないよ。さすがに何にもわかんないか。始まってまだ1分ちょっとぐらいだったから。包丁は取らない。じゃあ取らないよ。お茶が準備されている。はい。この辺は、書類関係が収められている。でもあれだよね。あやめちゃんが死んじゃったんだよね、さっきのは。棚の中には絆創膏や風邪薬などがしまってある。睡眠。うわー。これ、バット？先生。中高野球部だったって言ってたっけ？中高野球部。ちょっと待って、これ睡眠薬入れるんでしょ、絶対に。はい。お茶が準備されている。入れる。先生、先に持っていくね。ありがとう。いや、これほんとなんか信用できる人じゃないと油断しちゃダメだね、家の中にもし入れるとしても。おかしい、大したものなかったんだけどさ。いいよ、ありがとう。最近どう？楽しいよ。先生のおかげで学校にも馴染めたし。そっか、それはよかった。そうだ先生、ここで課題してもいい？しててもいい？あれ、親御さんには言ってある？図書館に行くって言ってきたよ。いやいや、じゃないって。ここは図書館じゃありません。だって病み上がりに押しかけるなって言われると思って、思ったのに来ちゃったんだね。いや、いいけどね。もう治ったし、多分映すこともないと思うし、すっごい優しい先生じゃんね。なんで殺すんだろう、マジで。
俺もレポートやっていい？っていい？うん、一緒にやろう。そっか、男子大学生だもんね。はい。睡眠、あー寝ちゃった。寝ちゃった。先生、寝てる？しっかり聞いちゃうんだな。なんで睡眠薬持ってたんだろうね、先生も。どうやったらいいかな。うわ、マジか。こっから操作すんか。通学カバン、携帯の通知ランプが点滅している。ゆうきから連絡が来てる。誰？真っ白ゆうき。あやめ、飯田くんがあやめの番号知ってるかって聞いてるよ。これって教えてもいいやつかな。友達か。飯田くん？なんだろう。返事は後でいいや。でもマナーのままで気づかなかったな。マナー、いや解除、いやそのままにしとこう。うん。高校の課題と大学の課題だ。先生は机に突っ伏して眠っている。先生ぐっすりだ。先生、授業の最中なら絶対寝ないのにね。あ、回想？先生、彼女いるの？あ、待って、やっぱりそれはいいや。先生、他に生徒いるの？すっごい可愛いね、このイラスト。いないよ、あやめちゃん一本で教えてます。ふーん、そういうあやめちゃんは彼氏いるの？いないよ、先生一筋だもん。ふーん、そっかそっか。こんな女子高生に言われたら嬉しいだろうね。あ、思い出話。今も一筋だもん。でも殺すんでしょ？なぜに？ゴミ箱。あ、されない。カップの紅茶すっかり冷めてしまった。ベッド寝てみる？スーハースーハー。できなかった。石器出しの中に電源コードがしまわれている。あ、それで閉めるとかじゃないんだ。さまざまな本が並んでいる。クローゼットの中にパッドが。あ、これじゃない。やっぱ包丁じゃ。ここだったっけ？こっちか。あれ？包丁じゃないんだ。どうやって殺すの？家庭教師の雇用契約書だ。あ、私とのやつ。先生、初めて来た時ガチガチに緊張してたな。あ、なるほど。どんどん思い出振り。かっこいい。めっちゃかっこいい。立川隆起です。大学1年生です。1年生で家庭教師、相当頭いいんだろうね。得意科目は理数系です。あやめちゃんの苦手科目は理系、理数系です。あ、もう相性抜群。そっか、相性いいね。よし。その理数系教えてほしいって申し込んだから。あ、そうか、そりゃそうか。あ、そうだよね。だから俺が派遣されたんだよね。よろしくお願いします。うわ、いい。肩幅ががっちりしてすごいかっこいい。これで優しかったらそりゃ惚れるわな。この人大丈夫かなってちょっと心配になったり。懐かしいな。思い出を振り返っていこう。風邪薬などがしまってある。あ、ここは見たね。あとどこ調べてない。ここないもんね。あ、靴。カレンダー。カレンダーだ。今日の日付に丸がついている。花火の約束、一緒に見てくれるって約束したのに。なるほど。あー、そんな約束。うわお、結構アップ。ああ、季節外れの花火ね。まあ冬だってあげるところはあるらしいけど。冬に花火って初めて聞いた。ね、一緒に見たいな。忙しい？いいよ、空いてる。本当？うん、そしたらどこで見よっか。あ、うちのアパートの屋上とか行く？そこは一緒に屋台回ろうって言ってくれないの？いや、それは普通に一緒に回ると思ってたけど。花火見るときはもうちょっと見晴らしいところがよくない？あそこの祭りなら屋台もちょっとしかないし、全部回ったら移動してから見ようよ。ナチュラルに自分家にちょっとお誘いみたいな。あ、祭りの雰囲気の中の方がいいとかあった？いい、屋上で見たい。そっか、じゃあそうしよっか。いいね、家庭教師との恋なんて。ちょっとロマンチックじゃん。今日一緒に見てくれるって言ってたのに。で、風邪ひいちゃったからしょうがないよね。先生、私やっぱり先生を殺せない。先生、あの日無理に来てなんて言っても迷惑だよね。でもやっぱり来てほしかった。あの日だけは先生に来てほしかった。先生、
私、先生とずっと一緒にいたい。そう、そうだよね。うん、やっぱりそうしよう。そうしたらいい。先生を殺すんじゃなくて。何するの？私が先生と一緒にいればいいんだ。何するの？何するの？何するの？待って。死ぬの？お化けになって一緒にいようとか、そういうこと？ああ、エンディングに。うわー、マジかー。両方死ぬやん。え、両方死ぬじゃん、あやめちゃん。あやめちゃん、どこ行っても死ぬじゃん。引き出しの中に電源コードがしまわれてる。お！これでさ、睡眠薬入れるんじゃない？ちょっとそのパターン見てみよう。はい。あ、間違って今、セーブさん、上書きセーブしちゃったっぽいけど、まあいいや。で、これで、じゃあ、これ入れて、電源コードで首絞めるんじゃないの？殺すパターン。ちょっとあやめちゃんが死んじゃってるから、今のところ。殺す殺す言ってね。ちょ、殺しちゃいけないけどね。はい。じゃあ、これで、先生が寝ちゃって、よし。これでできなかったら、ちょ、また戻らなきゃいけないんだけど、できるかな？はい、じゃあ、思い出振り返ったんで、ここで、あー、ないな。アイテム。あ、違うね。ごめん。ちょっと私、先生殺そうとしすぎな。ちょっと最悪だ。ちょっと戻ろう、戻ろう。じゃあ、電源コードはまた別のものに使うって感じだね。はい。しまわれている。取ったね。で、何すればいいんだろう。通学カバンない。電源コード？あ、いきなりもう首絞める？ん？どうかした？あった！行こう。でも女の子の力で、あやめちゃん？どうした？やっぱ何かあった？ううん、そっか。先生、あのね。ごめんね。あっ！あっ！な、あやめ。きゃっ！あ、またゲオ、ゴー！やっぱ女の子の力じゃそう簡単には、はあ、はあ、あやめ気を失ってるだけ。壁に叩きつけちゃったのか。息はある。よかった。あやめちゃん、なんでこんなこと。何があったのかちゃんと知らないと。あ、先生視点になった。お、これどうなるんだ。ちぎれたストロッパが落ちている。先ほどの揉み合いであやめの定期入れから取れたのかもしれない。これずっと持っててくれてるよな。あげたやつかな。なるほど、先生の回想シーンだ。あれ、あやめちゃん、え、何、どうしたの？泣いてる？先生何してるの？それこっちのセリフじゃないかな。どうしたの？最近ちょっと元気ないかなって思ってたけど、ちょっとうまくなじめなくて。高校？いじめられたりってこと？まだ1ヶ月も経ってないよ。そういうのじゃないけど、なんか、うん、なんだかね、本当に大したことじゃないんだよ。でも周りの子上手に喋るから、私がいなくても。だからいつも一人にされないように、一生懸命ついていこうとしてばっかりで。だから多分ちょっと疲れちゃって。あー、ストレスだね。もう完璧。そっか、うん、なんかわかる。嘘。嘘じゃないって。俺もみんなでどっか行こうぜとかよりぼーっとしてる方が好きだし。あ、私も絶対もうね、あれだもん。お、やっぱ友達と遊ぶのも2人がいいもん。私3人もきつい。ちょっと大学はその辺、高校よりも気にならないから楽だけど、っていうかそもそも女子よりは楽だったんだろうな。うーん、俺があやめちゃんと同い年だったら一緒にいて解決してたんだけどな。先生が女の子じゃないと解決しないよ。え、あー、そっか、うん、同性の友達の話だもんな。じゃあ、あ、これいる？お友達だと思って過ごせば。先生、それ結構ひどい。あ、ごめん、泣かないで。なるほど、いや、それは嬉しいわな。これは惚れるわ。思い返すと我ながら無神経だったかも。でも結局、少ししたら気の合う友達ができて落ち着いたみたいだし、うん、よかった。いや、イケメンだな、先生。あやめの通学カバンな。カバンの中には。え、見ていいの？手帳、見よう。女の子らしく色分けされた予定が書き込まれている。
あ、5月23日、花火の予定だな。あとは友達の誕生日かな。あ、9月12日、俺の誕生日も覚えてたんだ。あ、特に何もない。手紙、宛名はない。開けるのは、なんとかられる。なんて言ってられないよな。そうだよね、殺されそうになったもんね。先生、先生、風邪はもう大丈夫ですか？今日は先生に伝えたいことを文字にしてみようと思います。でもいざとなると何を書いていいのかさっぱりです。先生が大好きだってことはそう感じた時にいつも口にしてきたつもりだから、改まると照れくさいな。あ、もう告白はしてたんだ。俺やって、読むのも照れくさい。でも照れくさくてもそんな気持ちをかけたならずっと良かったのに、頭に浮かんでくるのは悲しいとかやるせないとかそんな気持ちばっかり。先生が風邪を悪くして授業に来られないって言った後、私が先生の部屋に行ったことは知ってる？きっと全然覚えてないんだよね。だからきっとこれを持っていく日にも先生は笑顔で私を迎えるんだ。え？鈍感、バカ、やっぱりこんな気持ちばっかり。先生どうして？この先は黒く塗りつぶされている。え、何これ。え、家に来てたの？え、携帯、当然ロックはかかってるよな。誕生日、先生の誕生日じゃない？え、9月あれ12だったっけ。メッセージ画面が、やっぱそうだ。え、先生の誕生日だ。開いちゃった。先生今日やっぱり来れない？風邪大丈夫？ごめん、移すわけにもいかないし、お休みさせて。そっか、私は大丈夫だから無理しないでね。欲しいものがあったら何か持っていくよ。大丈夫、ありがとう。風邪をこじらせて家庭教師のバイトを休んだ日の履歴だ。この時のあやめちゃんには何か相談したいことでもあったとか。あれ？先生。ん？先生。俺何も打ってな。先生、返事して。え？先生。なんで？え、なんで？あやめちゃん？なんでそうなの？このわからずや、鈍感バカ。何回言っても私の伝えたいことは理解してくれないくせに。え、なのになんで人殺しをしようとする私は、こんなことをする私のことは理解できるの？理解はできてないかな？できてる！どこが？ちゃんと見えてる！聞こえてる！先生はそうやってどんな情けない私も理解しようとする。だから好きだよ。大好き。大好きだから、大好きだから私、先生を殺してあげなくちゃって。待って、全然わかんない。え、なんか言ってる。え、待って、何か言ってる。あやめちゃん、やっぱりダメだ、殺さなきゃ。先生、私がやることならきっと理解してくれるんだよね。いや、でも殺しはさすがに理解できないよ。死んじゃうもん。大好きだから、大好きだからやっぱりやらなくちゃ。やめて。先生、ちゃんと見てて。やだ。え、エンディング4。これは今度は先生が死んじゃったパターン、ちゃんと殺したってことかな。エンディング3ちょっと飛ばしちゃったね。じゃあここでマナーを解除する。さっきそのままにしておくでしたから、これで、あれじゃないかな。もしかして、こう最後、自分死のうとするときに、着信が鳴ってはって我に返るみたいな。はい、全部思い出振り返り終わって、ここでやっぱり先生を殺せないってなって、私ずっと一緒にいたい、やっぱりそうしよう。ここで鳴れ、着信鳴れ。ならない、ならない。あ、鳴った。やっぱり電話。あ、河野？誰？バカ、何やってるんだよ。誰？あ、飯田くん？イケメン？誰？第二のイケメン登場。飯田朝日。うわ、読めねえ、絶対読めない。お前ほんとふざけんなよ。
ふらふら歩いてるの見かけたと思ったらこんなところに来て。なんで飯田くん？そういえば勇気が飯田くんが電話番号がどうこうって。ああだからまよに頼んでかけてもらったんだよ。間に合ってよかった。なんで飛び降りなんか。なんでもない。なくないだろう。本当はこんなこと無理に聞きたくないけど、またやる可能性があるなら俺も考えるよ。火事と関係あるの？火事？とりあえず出よう。ここ直に取り壊しだろ。危ないから。え？やだ、このマンションが火事。あ、え、やだじゃない、先生死んでるみたいなの。知らない、飯田くんに関係ない。私先生を置いていけない。先生鈍感なの。自分がどうなったのか気づいてないの。うわあ、そういうことか。だから私先生と一緒に。ちょっと冷静になったら周りがどう思うかくらいわかるよな。落ち着くまで待ってるから今日は帰れよ、河野。マヨでいいかな。マヨの家神社だろ。こうそういう話ならこんなことする前にあいつに相談してやれよ。うわあ、そういうことか。あ、エンディングさん、先生死んでたのか。そういうことね、鈍感気づかないって。うわあ、ちょっときついきつい。だから成仏させようって意味で殺すってことなのかな。はあ、重話、重。え、待って、エンディングあと5だけだね。順調に1,2,3,4回収していってるんだけど、あとどうすればいいんだろう。そういえばさっきさ、この携帯見て終わっちゃったから、まだ思い出をそんなに振り返ってなかったんだよね。思い出振り返るよ。あやめは気を失っている。ん？ポケットからストラップの外れた定期入れがはみ出ている。あれ、これ挟まってるの受験票か。あ、あー、かわいい、すっごいかわいい。先生合格した。おー、やったやった、先生好き、付き合って、かわいい。めちゃめちゃ猛アピールしてんじゃん。中学生とはやば。中学生だったんだ。あ、女子高生と、あ、いや違う、ん、女子高生だったよね。じゃあ入学したらまたリベンジする。あ、で高校生になっても教えてもらってるってこと。本当に嬉しそうだった。告白めっちゃ猛アピールしてたね。俺もめちゃくちゃ嬉しかったもんな。そういうことかな。カレンダーだ。5月23日には丸をつけてある。2週間後の花火の約束だ。あ、なんか2週間後大事、大事にするわけにもいかない。まずは何があったのか突き止めないと。え、な、2週間後って言ってるよ。さっきあやめちゃんは今日花火大会みたい言ってなかったっけ。時間軸も変わってる。自分この先生の時間軸と違うんじゃないかな。準備した紅茶だ。でも今はそれどころじゃない。時間軸っていうか体感、鳥類関係を縮めてしまってある。丸め、うん、つく棚の中には絆創膏や風邪薬がしまってある。クローゼットの中に昔の部活道具もしまってある。並んでいる本の中には付箋のついた料理本もある。お、あやめちゃんが作ってくれるって言うから気になるやつにチェック入れたんだよな。お、来た来た来た。うわー、これは彼女にもらうわな。私が男だったら。先生この間これ食べるって言ってたでしょ。え、わざわざ持ってきてくれたの。うん、遊びに行くついでお母さんが立川先生に持って。あのね私も手伝ったから感想聞かせてね。味が濃いとか薄いとか俺の好みでしか判定できないけど。花嫁修行だ、頑張るね。うわほう、マジのトーン。発言には責任を持ってください。あ、はい。これ嬉しいよね、先生絶対に器用にこなすよな。というか頑張り屋なんだな。あ、まだある。引き出しの中に電源ごと詰め込んである。さっきはここにあったもので首を絞められたのだろう。はい。あ、カバンの中ダメだもんね、みちゃ。カバンの中には。で、あと何があるかな。こっち、思い出ある？ないよね。見た感じ、他に調べられそうなとこないんで、ここでもう
いいのかな。全部ここで最後また携帯したら変わるのかな。はい、でここで携帯9月12だよね。912、はい、ここでエンディング変わってるはず。はい、で、あれ先生、ん先生、ちょっと待って、俺何も打ってな。先生返事して。先生、変わって、あれ変わっていろ。これでエンディング後に繋がってたらいいんだけど。いやこれ辛いよな、好きな人だしね。なんでそうなの、この分からずや鈍感バカ。はい、でどこがちゃんと見えてる、聞こえてる。先生はそうやってどんなの好きなの、私も理解する。あ、変わってる変わってる。先生はもう死んじゃったんだよ、言った。え先生、今のちゃんと聞こえたの。そうだ、さっきなんかね、あやみちゃんがうーんってね、線でね、文字見えなかった、読めなかったんだよね。そう言ってたんだ、死んでるんだよっていうのを教えてくれてたんだ。あ、聞き間違いじゃなければ俺が死んだとか。遅い遅いよ鈍感。私がどれだけ、わ、何、事故かな、火事だって。ふーん、ふーんってあやめ、怖くない、そんなに携帯面白いの。面白くない。あれ、むくれてる、どうしたの。今日先生お休みなんだもん。先生って家庭教師の。うん、風邪だって、1週間の楽しみなのにまた1週間会えないよ。うわ、恋する乙女だね。なんか言ったと。あやめ、立川先生が。先生が、この間の火事があったでしょ、出火元のアパートが全焼で。うわー、立川先生も。これ辛すぎるわ、あやめちゃん。夢であればいいと何度も思った。本当なら先生はいつも通り授業に来てくれていたはずなのに。あの日の先生は体調を崩していたから、きっと部屋でぐっすり眠っていたのだろう。うわー、これ風邪ひいてなかったら先生生きてたんだもんね。きっと火の手にも煙にも気づかずに、もしかしたら気づいても動くことができなかったのかもしれない。それを考えたら悲しくて苦しくて。意味がないと分かっていても、先生先生先生とメッセージを送り続けた。返事なんてない。その事実を突きつけられて長い時間を泣き明かした。立ち入りが禁じられたアパートの焼け跡に足を運んだのは先生に手紙を届けたかったからだ。じゃあもうここのアパートもボロボロってことなんだよね本当は。何度書き直しても気持ちがまとまらない手紙だったけれど、それを置いていくだけでも自分の中でつけられるけじめがあるんじゃないかと思った。前に進もうとしたんだ。だけど、あれ、あやめちゃん、もしかしてお見舞い。うわ、でもお化けってことだもんねこれ。焼け焦げたはずの部屋の中に先生がいた。先生、気づいてなかったんだよ。私何回も言ったよ、先生は死んじゃったんだよって。こんなところにいるのはやめよって。なのに先生全然聞いてくれないの。何回言っても先生は大事な言葉が聞こえてないみたいに、怒ってしまったことが何一つとして認識できないみたいに。だから私、もう一度殺してでも理解させてあげなきゃって。でもエンディング1と2はね、逆にあやめちゃん死んじゃったからね。あれ、辛い。辛いってか、超バッドエンドだよね。先生。でもさ、死んじゃったんだよって伝えるのも、きついよね、あやめちゃん。すごいよ。どうすればいいんだろう。なんかこう、行くべき場所がわかるとか、そういう感じなのかな。先生、火事か、あんまり思い出せないな、やっぱり自覚ないし。でもあやめちゃんがこんなことしてこんなに泣くんだから、そうなんだな。先生、うわっ、あ、今日何日、5月23日だよ。
お祭りの約束2週間後だと思ってたんだけどな。そっか、2週間前にもう時間止まってたもんね。うん、でもこれって約束守れたことになるかな。え、一緒に見ようって言ってたじゃん。俺実はこの約束が心残りで残ってましたなんて。いや、そういうことか。え、もう、あやめちゃん、先生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 、好き？うん、好きだよ、大好き、ずっとずっと好きだから。うん、亡くなっちゃう場所にいなく、亡くなっちゃう場所にいなくてもいいの。もう、もう行っていいんだよ。先生はどう、やっぱでもまあ両思いとかそんなんじゃないよね。よくできた物語みたいに最後に言い残してもらえるような言葉なんてなかった。あったのは長い長い沈黙で、あの滑走と静寂のどこかで先生が言ってしまったのか。ぼやけきった目には何も焼き付けることができなかった。でもあの瞬間確かに、確かにこの手に残っているのは、うわぁ、この手を握りしめてくれた先生の手の、え、うわぁ、終わったー、めちゃくちゃいい話、めちゃくちゃいい話だった。うわー、ちょっと待って、なんか言葉が出てこない。いや、 BGM やばいやばいやばい、めっちゃ込み上げてくる、なんかいろいろ。なんかね、最後に先生も好きだよとか言い残すんじゃなくて、あえて何も言わずに沈黙で、へー、手を握ってくれたっていう、なんか綺麗な愛だなって。うわー、やばい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 、愛だこれは。恋とかじゃなくてもう愛だね。うわ、あやめちゃん、あー、すっごいよかった。最初ね、結構不吉な感じでね、いきなり先生を殺すとか言うから何事って思ったけど、そういうことだったのかっていう。はーい、終わりました。わ、もう最後の畳みかけの BGM がもうすっごい良かったわ。はい、いや、ちょっと待ってはい、ちょっとすいません、感極まってちょいろいろ込み上げてきてしまったんですけども、すっごい綺麗なお話でした。もう私、あやめちゃんをすごい見習いたい。こんなね、もし自分の好きな人とか大事な人が死んだら、こんなあやめちゃんみたいなことできるかなって思ったら絶対できないと思う。うん、ちょ、あやめちゃんの強さ、心の強さと、やっぱその強さの中にも愛があってね、うん、もう見習いたいなって思いました。はい、すごく素晴らしいゲームをありがとうございました。では今回ここで終わろうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。ではまたねー。